そう心配するなって。警察ごっこなんてすぐに飽きるさ。ならいいんだけど。でも高見沢さんそんな遊び半分じゃないと思うわ。あの人の後ろには。なんだよ。考えると怖いの。みんないつもの通りだ。でも誰かがこの学園を狙っている。なぜ？